はい、こんにちは。栃木の竹志農場です。昨日ね、実りで買ってきましたナス、の苗をね、今から植えたいと思います。で、間隔は1メーターです。じゃあちょっとね、一番手前のからね植えますので、少し寄ってみますね。今日は内蔵マイクでやってます。よいしょ、もうちょい下向けた。はい、これがナスの苗ですね。で、一番花が出てます。で、一応ね、予定としては側枝を1本出す2本仕立てですね。これが種子ですね。これが種子で、一番花がここに出てます。ここの一番花のすぐ下にね、あの強い側枝がありますので、この側枝を生かしたいと思います。で、できればね、この側枝はカメラの方向へ伸ばしたいので、ちょうどね、この軸のカメラ側に強い側枝が出てますんでね、カメラの方に側枝が伸びやすくするように植えたいと思います。で、この下の方はね、まあ、ゆくゆくは取ってしまいます。葉っぱも含めて側枝も出てしまいますの、取ってしまいますので、一番花のすぐ下の側枝を、まあ、カメラ方向にね伸ばすと、そういう段取りで、植えてみたいと思います。ですから、まあ、どっち向きでもいいんですけどねまあ、できればそういう2本仕立て、3本仕立て、4本仕立てっていうのがあるんで、その側枝がね、出しやすい方向に向けていった方がいいのかなというふうに思います。ちょっとね、携帯が邪魔してるんで、下向くと携帯落っこっちゃうんでね。もう、あの、農作業するのにストラップは必要でね、これから田んぼの作業ありますので田んぼで落としちゃうとね、これも悲惨なことになるんで、畑ならいいんですけどね。はい、じゃあ、あの、携帯の準備できましたので植えたいと思います。ポットの高さですね、何センチ、あ、これ入ってんな、よっこいしょ、何センチぐらいだろう、よいしょ、10センチぐらいですかね、ポットの高さがね。ですから、10センチぐらいの穴を掘りまして、まあ、いつも言うように、ちょっと深めだよね、20センチぐらいでもいいと思うよね。で、深めに掘って植えるときに、ちょっと高さを調整しながらね、植えていけばいいのかなと。この向きだね。はい、目が、カメラの方向いてますのでね、よいしょと。で、この時に、ね、根の回り具合をちょっとね確認して、あ、これ結構根が回ってますね。はい、じゃあ、ちょっと向きをもう一度確認して、はい、植えていきますと。ちょっと、まあ、あの、軸が出るくらいがいいよね。軸っていうか、この土がね、1センチぐらいね。はい、こんな感じで、ちょっと今ね、植えたばっかりなんで、よろよろしてますけど、はい、こんな感じでね、OK です。ですから、第一側枝がカメラの方に向かって出ます。で、種子はちょっとね、斜めにカメラを奥の方へ向けてやれば、こう Y の字に なりますんでね、ちょうどいい具合かなと思います。まあ、こんな感じでね、3本買ってきましたんで、あと中子おばあちゃんが5本買ってきたんで、合計8本になるんで、まあ、自家消費としては十分かなと思いますのでね、あと2本、続けて植えていきたいと思います。
ビデオの方はね、ここで一回止めます。あと同じ繰り返しなんでね、はい、こんな感じで、一応ね、今年は2本仕立てで、やる予定です。こんな感じですね、はい、最後までご視聴ありがとうございました。ビデオはここで一回止めます。